ウクライナ共産党は、ウクライナの共産主義政党。1918年に、ロシア共産党の一派として創立。その後、ソビエト連邦共産党の一部となる。ソ連時代中、ウクライナ共和国の政権を独占していた。1990年ウクライナ最高議会選挙で、第一党となるも、1991年に、ウクライナが独立を勝ち取ると非合法化された。 1993年、ドネツクで行われたウクライナ共産党大会において、再び創立。1994年、ウクライナ最高議会選挙や1996年、ウクライナ最高議会選挙でも第一党であり、2002年、ウクライナ最高議会選挙では、ビクトル・ユシチェンコの選挙ブロックに敗れるも、政党別では、最大の議席を獲得した。 ウクライナの東部、南部を中心に支持率を得ている。社会主義の他に、ソ連の再建、ロシア連邦との協力、ロシア語の国語化などを唱えている。2007年ウクライナ最高議会選挙に参加して、当選し27議席を獲得した。新ロ派の地域党と手を組んで、ヤヌコビッチ政権の与党となった。2012年ウクライナ最高議会選挙では32。 議席を獲得している。2014年、ウクライナで、親欧米政権の誕生に伴い、共産党の議会内での立場が苦しいものとなり、親欧米諸党派は、共産党を議会から締め出すよう提案し、2014年7月24日に、オレクサンドル・トゥルチノフ最高議会議長が共産党の議席を没収することを勧告。同日をもって、共産党は全議席を失った。 2014年10月26日に行われた、ウクライナ最高議会選挙に参加したが、議席を得るために必要な5%以上の得票率を得られず、議席獲得はならなかった。2015年4月に、ウクライナの脱共産主義化推進のため、共産主義、ナチズム宣伝禁止法など4つの法律が成立したのを受けて、共産党は一切の政治的権利を剥奪され、 同年12月16日に、キエフの行政裁判所により解散命令が出された。これに対して、共産党は酷訴したが、翌2016年1月に、ウクライナ最高裁判所は、この命令を認めた。現在、共産党は、欧州人権裁判所に提訴中である。ありがとうございます。